バイオントダムは、イタリア北東部を流れるピアーベ川の支線、バイオント川に建設されたダム。1960年に竣工したが、1963年10月9日に、犠牲者2000名以上を出す地滑り、一水災害を引き起こし、放棄された。ロンガローネから見た、バイオントダムの停滞バイオント川は、イタリア北東部のベネト州を流れるピアーベ川の、 視線である。バイオントダムは、バイオント川が、東のバイオント谷からピアーベ川に合流する手前に、通る、境愛で深い渓谷に建設された。1960年の竣工当時26、262メートルの、包み高は、世界一であった。ダムは、エルトエカッソ村の西端にあたる。ダムの間にし峡谷の出口にあたるピアーベ川右岸には、 ロンガローネ村の中心であるロンガローネの集落が広がっている。貯水開始後、地滑りが頻発するようになった。危険性の指摘や大災害の予兆はあったものの、それらは軽視された。1963年10月9日のバイオントダム、災害は大規模な地滑りによって貯水湖から押し出された水が津波となり、ダム湖周辺をび、 ダム下流の集落に壊滅的な被害をもたらしたものである。停滞自体はほぼ損傷しなかったものの、ダムは放棄された。この災害以後、ダムの建設において、周辺の地質を調べることが重要視されるようになった。2008年2月12日、ユネスコや国際地質科学連合などが中心になって、行った国際惑星地球年プログラムの一環として、 ユネスコは地球科学の理解が重要であることを示す5つの教訓と5つの朗報を紹介した。教訓の筆頭に技術者と地質学者の失敗によって引き起こされた事例としてバイオントダム災害が挙げられており、山腹の地質に対する適切な理解があれば防ぎ得たとした。 ダム建設前の地形図災害直前のバイオントダムを見上げるバイオント谷の出口にダムを建設するという提案は1920年代に初めて行われた。この土地の地盤の脆弱性は指摘されていたが、第二次世界大戦中の1943年10月15日に公共事業委員会から建築の許可が出されている。 1957年、ベネツィアのアドリア電力会社はダム工事を開始した。1960年11月30日に竣工した。設計者は革新的なダム設計を多く手掛けたカルロ・セメンツァであった。この間、1962年に電力国有化によって電力会社が統合され、国営のイタリア電力公社に移管された。 貯水開始後、地震が頻発するようになり、水深が130メートルとなった時点で、最初の地滑りが発生した。この地震は、世界各地のダムで貯水に伴って発生している、ダム地震ではないかと考えられている。この地滑りによって、当時の貯水池が2分される形になったため、1960年から61年にかけて、 両方を結ぶバイパス水路を建設している。補強工事などを行った後、1961年に本格的な貯水を開始した。1963年、この年は記録的な豪雨に見舞われた。9月中旬には地滑り速度が大きくなり、貯水量を下げるために3本のトンネルから放水が行われた。 災害後のロンガローネ1963年10月9日午後10時39分、ダム砂岩の特区山が2キロメートル以上にわたって、地滑りを起こし、膨大な土砂が時速1 0 0トル程度とされる高速でダム湖に流れ落ちた。滑落した土砂は2億4000万立方メートルと推定される。当時のダム湖には1億1500万立方メートルの 水が貯水されていたが、土砂に押し出されて、津波となった湖水は、対岸と下流に押し寄せた。右岸に向かった津波は、谷の斜面を高さ250メートルまで駆け上った。ダムから240メートル以上の高さにあった、滑走の集落では、低い場所にあった家屋が波に飲まれた。また、5000万立方メートルに及ぶ水が、ダムの天馬を100メートルの高さで飛び越えて、 ピアーベ川沿いの村々を襲った。特に、峡谷の出口にあったロンガローネの集落は、上空から殺到する、水の壁の直撃を受け、壊滅的な被害を出した。この結果、ダムの工事関係者と、住民2125人が死亡するという大惨事となった。ロンガローネ村では、ロンガローネ集落のほかピラゴ、レボルタ、ビラノバの各地区を呼び、 ペ地区の一部にも被害が及んだ。村全体では1450人の住民が犠牲となり、895件の住居と205件の店舗、工場が破壊された。また、カステッラバッツォで109人、エルトエカッソ村で158人の住民が犠牲となった。このほか工事関係者など生きがいから来た人々から200人が犠牲となっている。しかし、 ダム自体は最上部が津波により損傷したのを除いてほとんどダメージはなかった。事故の責任を問う裁判が行われ住民を避難させなかったとして8人の関係者が有罪となった。またこの事故後ダムの建設において周辺の地質を調べることが特に重要視されるようになった。どれだけ頑丈な堤防を作っても周囲の山が崩落すれば ダム湖の水などは簡単に溢れることが分かったためである。事故後、土砂により分断されたダム湖の間に新たなバイパス水路が建設され、さらなる地滑りを防ぐために水圧を抜くための水路および水路橋が建設された。現在もダム及び周辺の山の観測データが定期的にイタリア電力公社へ報告されている。日本では 地質が脆弱なことが多く、ダム地点の地質条件については、慎重な調査と対策が行われてきたが、淡水域の地質については、ダム計画決定後に調査されることが多い。そのため、時には、淡水域で小規模な地滑りが発生しているが、下流に被害が生じたことはない。 2003年4月に奈良県の大滝ダムで試験淡水中に白や築地滑りが起こった。しかし斜面にクラックを生じた段階で試験淡水を中止し地滑り対策を行ったためこの時も下流に被害を生じていない。以後、大滝ダムは高級対策が完了するまで本格的な運用を停止し洪水調節ができなかった。結局、 洪水調節が開始されたのは2012年のことである。2008年6月14日に岩手、宮城内陸地震が発生し、荒戸沢ダム上流で土砂崩落が発生してダム湖へ流入した。崩落土砂の量がダム貯水容量の1割程度だったことや、寒外気に入り貯水量に空きがあったことなどによって津波がダムの停滞を超えることはなかった。 AB インターナショナルイヤーオブプラネットアース、グローバルローンチイベント12から1 3フェブラリー r y 2008レ・サイアンズウェブニュースハットインターナショナルイヤーオブプラネットアース、グローバルローンチイベントハット ABCD La トラヘディアデル・バホント・ロンガローネ村公式サイトハット ABCDEF ・フランチェスコニーカリニー LA トラヘディアデル・バホント・エルト地区公式サイト 島村秀則巨大地震はなぜ起きる、これだけは知っておこう2011年。家電車、島村秀則人間が起こした、地震 h t t p s h i m a 3 f c 2 w e b c o m s e k o u 9 7 0 1 d a m z i i n h t m h a t a b c d ダムビュンラン。 財団法人日本ダム協会論だダロー村公式サイトのラトラヘディアデル・バホントでは死者1910人、エルト地区公式サイトのエルエートラヘディアデル・バホントでは死者1917人という数字を挙げている。クリストファー・ RJ ・キルバーナ、デビッド・ N、ペトリーブ、フォーキャスティング・ジャイアント、カタストロフィック・スロープ・コラプス。 レッスンズフロムバホントノーザンイタリージオモルホロジー54ロックメカニクスエンジニアリングバイシー・イエガーケンブリッジ・ブックス・オンラインハット・スクリーン・ロール・フォー・ディザスター・デカメートル BBC ニュース大滝ダムジ・スベリ災害調査報告書国土問題六十八号国土問題研究会二千六年四月印刷中 バイオントダム災害に関するカテゴリー、ありがとうございます。